はい、どうもこんにちは、松井塾の松井です。はい、それでは今日やっていきましょうということで、酒屋ということになります。10日で1割の利息になります。ってことになりますね。はい。ということになるわけなんですけれども、まあこういうふうに、金融業というのがどんどんなるわけですね。はい。お客さん、私はあなたに100万円貸しました。10日後には110万円になりました。バーン。ほんなら聞きますが、10日で払えんかったということは、バーン。110万では足らんいうことですわ。いうね。はい。まあ、いいことですね。まあ、最も要するに、厄介なのが氷菓子業ということになります。はい。こちらですね。はい。酒屋ということになるんですけど、こうね、たくさんの氷菓子業ということになるんですけどね。はい。まあ、私のおじいちゃんね、氷菓子業、ね、氷菓子業で、はい、氷菓子業をしている人が、逆に、脅すという人を、がいたんですけどね、はい、その人に仲介したことありますね、はい、人を殺すのやめましょうですね、はい、ああ難しい時代ですね、はい、まあ、室町の時代もそうだったのかもしれませんね、はい、まあ、イメージするとね、はい、お客さん、金払ってもらわなあきませんわっていうふうに言って、ブスみたいな、金お前から借りたっけ喋れんみたいやな。まあ、こんな時代でございますね。はい。いうことです。はい。ということで、皆さんも覚えておいてください。氷の金を借りても返さないということが大事になります。はい。私、一応だけ言っておきますが、絶対氷菓子業から金借りたら、絶対に金返しません。命を取られても金を返しません。はい。酒屋ということになります。はい。氷菓子業ということになります。よろしいでしょうか。それでは、本日もご視聴いただきまして、誠にありがとうございます。